こんにちは、鈴木です。本日はメルカリ初心者です。福袋の転売でカードなど入っていますが、偽物か本物かわからないです。開封して出品しないとダメでしょうか？という点についてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、質問がありましたらぜひね、紹介していただきます。はい。こちらですね、まずですね、福袋の商品なんですけど、これはですね、カードなどは確実に偽物が多いんですね。で、なぜかと言いますと、私もですね、以前バイクショップとかで福袋を作ったりね、そうしたんですけど、これはですね、お店のいらないものをですね、去年残ったものを全部入れますので、それで大量に入れてね、福袋っていう形でやってます。はい。なので、偽物も入ってますね、実際に。はい。バイク商品ですと、例えばですね、バイクのグローブとかね、実際のメーカーさんと似たようなものね、それをね、入れたりとかね、名前は違うんですけど、似たような商品ですね、それは中国製品なんですけど、そういったものをね、入れてますので、本当に似てるんですね。なので、トレーディングカードもですね、基本的に、偽物入ってますね。はい。他の商品でもね、偽物も入ってます。なので、できればね、これはですね、本物か偽物かって話になった時に、実際写真撮ってね、出品した方がいいですね。はい。そうしていただければですね、購入者の方が判断しますので、大丈夫かとは思います。はい。で、その時はね、福袋か、購入しましたってことをね、一言書いていただければ、特には大きな問題にならないかと思うんですけど、偽物を販売してしまうと、やっぱりですね、人間というのは、違反通告されますので、アカウント削除がね、停止の対象になりますので、ぜひね、それ気をつけていただければね、いいかと思います。はい。ぜひね、こちら守っていただければ、守って出品していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマルヒマニュアル、プレゼントします。リンクがスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。